早速始めましょうか。さあ、おデュエル。解くと味わってくれよ。カードを伏せる。俺のターンだ。カードを引くぜ。ここだ。モンスターを攻撃表示でしょ。モンスター効果発動。何が。リバースカードオープン。カウンタートラップ発動。カードをセット。ターン、俺のターン。ドロー。俺は永続魔法パフォームパペットを発動。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外して来い。ギミックパペットデストロイの効果発動。フィールドのギミックパペット1体を破壊する。デストロイがフィールドから墓地へ送られた時、手札からギミック来い。オーバーレイネットワークを構築。現れろ。俺は魔法カードジャンクパペットを発動。このカードは墓地にいるギミックパペットデストロイ。ファンサービスの始まりだ。バトルやれ。エビエンズストリングス、これで本当のおさらばだ。お前の勝ちだ。君のデュエルは素晴らしかった。だが、しかし、まるで全然この俺を倒すには程遠いんだよね。